どうも、北山水泳です。はい、パリオリンピック選考会、ちょうど4日目が終了しまして、中間地点になりましたね。はい、ちょっと前半の4日間が終わって、今日から後半の4日間が始まりますけども、まあ、ちょうど中日なんで、中間発表をしていきたいと思います。はい、パリオリンピック選考会で代表が決定した選手を今日は紹介していきます。まずは男子4個目でございます。この選手が第1号でございました。松下選手でございます。はい、この選手が見事派遣標準記録突破で第1位。そして、代表が内定しました。この選手は高校3年生という素晴らしい高校生でこのタイムで泳いできました。すごいです。ラストのフリーがとにかく強かったですね。代表第1号でございます。そして 100m バタフライ女子ですね、平井瑞希選手、池江璃花子選手がワンツーで派遣標準記録を突破しての代表内定でございます。平井選手に至りましては、なんと56秒台を叩き出しての代表内定でございました。非常に素晴らしかったですね。はい、そして女子400メートル個人メドレー、こちらの方でも代表選手が2名決まっております。はい、成田選手、そして谷川選手でございます。この2名が代表内定しました。はい、タイムもね、成田選手に限っては、高校記録を更新しての優勝で、代表内定でございます。谷川選手もね、ラスト強かったですね。成田選手とタイムはほとんど変わりません。はい、この2名が代表すでに内定決まっております。そして次が男子 200m 自由形ですね。松本克央選手がしっかりと派遣標準記録を突破して優勝、そして代表内定が決まりました。いやー、すごかったですね。意地のレースでございました。レース後の涙ぐむ姿がとても印象に残ってます。そして女子 100m 平泳ぎでございます。鈴木選手、そして青木選手が代表内定でございますね。はい、派遣標準記録を突破してきております。鈴木選手はなんと1分5秒台突入でございます。自己ベストを更新しての、まあ、年齢で言うと33歳で自己ベストを更新しての代表内定でございました。いやー、この選手も素晴らしかったですね。はい、現在はこの選手たちが代表内定が決まっております。ちょっと少ないんじゃないかなって思った人もいるかもしれませんが、これから午後の種目ですね、今日の午後の種目であったり、これからの後半の4日間の種目でも派遣標準記録突破できそうっていう種目が結構多いので、多分前半よりも後半の方が、はい、派遣標準記録を突破する選手が多く出てくると思われます。まあ、リレーに関しては代表は確実に 100% 内定っていうわけじゃないんで紹介しませんけども、まあ多分ほとんど内定だと思います。はい、上位4名がほぼ内定だと思います。はい、では残り4日間しっかりと皆さん応援していきましょう。今日の午後のレースも多分内定者がたくさん出てくると思います。では今回以上、あっしゃ。